皆さんこんにちは、スターライトキッドです。カナンです。いつも女子プロレススターダムをご観戦いただき誠にありがとうございます。今日はスターダムの試合会場内でのルールやマナーについてご説明させていただきたいと思います。皆さんよく聞いていてくださいね。はい。試合を見る際は自分の席に座って周りのお客さんに迷惑がかからないようご観戦ください。タオルやボードなどは顔より上には上げないようにしましょう。迷惑行為を発見したら退場をお願いすることもありますので、あらかじめご了承ください。また席を離れる際はチケットの半券を必ずお持ちください。チケットの半券がないと元の席に戻れなくなっちゃいます。またご観戦中に発生したゴミは会場内のゴミ箱へ捨てていただくようご協力をよろしくお願いします。許可を受けた者以外の動画撮影行為は禁止となっております。動画撮影行為を発見した場合、カメラの一時没収、メモリの消去をさせていただきます。大会中の映像を株式会社スターダムの許可なく SNS や YouTube にアップする行為は犯罪です。スターダムワールドの映像を転載する行為も同じく著作権の侵害になりますのでご注意ください。他にも細かい点などありますが、ルール、マナーを守って周りの方に迷惑のかからない気配りをお願いします。私たちもたくさんの方々に楽しんでスターダムの試合を見ていただけるよう日々頑張っていますので、皆さんもご協力よろしくお願いします。それでは皆さん、ご観戦を楽しんでください。